今その子たちとは小学校も違ったりとかしちゃって、まあ学校とか保育園外ではプライベートでは会えたりしますけど、小学校に入ってからのママ友みたいな付き合いは全然なくて、学校になかなか行く機会がなくて、ママ友に会う機会もなくて。